こんにちは、緑川です。今日はですね、この小物入れを作ったんですけれども、これグレーとピンクもなんていうのかな、ちょっと黄身寄りのピンク、柔らかみのあるピンクで、すごいね、可愛いのができたんですね。これ全部細編みでできているんですね。この長いところも2段股にかけたっていう感じでビヨンって伸びてる感じなんですけども、これ何入れようかなっていうのは、このガラスに入れてるとこう音がするのがちょっと気になっていたので、こういうのに使ったりできるかなと思っています。で、これはですね、在庫のレイオンの毛糸なんですけど、前に、ヘリンボーン編みの中くらいのトートバッグを作った時に同じ毛糸を使ったんですけども、ちょっとしっとりしていてコットンに近くて、こう質量があるんですね、重みがあるので、重いものは作れないなって、例えばもう洋服とかは全然重くて無理っていう感じで、小物でこう安定感があるように作るにはいいかなと思ったので、これを使ってみました。で、そのヘリンボーンで大きな玉から巻いた時、これが、ちょっと残っているので、今日はこれでやっていこうかなと思います。では輪の作り目ですね。私いつもだとこうやってたんですけど、いつも尻尾さんを包むの忘れちゃうので、今日はちょっと変えようと思います。こうやってスタンバイして、で、これですね、尻尾さんが左にいると包めるので、これでやってみようと思います。で、作り目をして細編み6個、いつも通り輪を作っていきます。で、今日ですね、これ並太ぐらいなんですけど、滑りが悪いので 7.5 号を 4.5 ミリっていうのを使っています。3 4 5 6。で、今日は1方向にぐるぐる編みでいきます。で、1目目に刺しておいて、締めて、軽く締めて、そして引き抜きの目をここですね、ちっちゃくしておいて、抜いて抜いて、さらに輪を締めるって感じですね。はい。で、立ち上がって、ぐるぐる編みなので、このままで尻尾さん包んでいきたいと思います。2段目はいつも通り、2倍にするので、2目ずつ編んで、12目にします。はい、12個になったので、ここに刺して、で、これ今日は6段目まで編み進めていきます。で、以前編んだ、円の作り方、細編みでぐるぐるで10段までっていう動画が別にありますので、それをこの動画の最後と概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらをご覧になって6段まで編み進めてください。はい、今ね、6段目までできました。で、ちょっと測っておこうと思います。別に小物入れなのでね、この通りじゃなくても全然いいと思います。直径8センチです。で、ここから、2段増し目なしで編みます。増し目なしで2段編んでください。今6なので7、8まで増し目なしで編んでいきます。はい、増し目なしを2段ですね、底辺から数えて、6までが
増し目ありで、ラの8増し目なしときたところです。でここからここですね、このピンクのところ青を入れていこうと思います。こうですね、1目目に入れて新しい糸を引っ掛けて抜いて抜きます。でこの時にこの前の糸をしっかり引き締めるのがいいですね。しっかりでここがこんな風にブワってなってるとかっこ悪くなっちゃうので、ここでちょっとね強めに引き締めると私は好みになります。で青をですね編んでいきます。まず立ち上がりをやって、でしっかり引き締めて、で青の尻尾は包んでいきます。で今立ち上がりやったので、このまま普通に細編みを2段ですね、普通に細編みを2段やりますね。どんな印象になるのかな、ね、このピンクとグレーにすごいね気に入ってます。でなんかこの感じでトートバッグ可愛いなと思って、まあ、そのサンプルの意味もあって作ってみたんですけれども、これすごい可愛いですよね。だから中くらいだったらこれでもこの毛糸でもいいのかなと思って、なんかこのくんこれそのまま大きくした感じのバッグすごい欲しくなっちゃったんですよねなのでまた作るかもしれないです。でこんな感じで普通に細編みを2段やっていきます。はい、今青を2段編んできたところです。でここで引き抜いて閉じるんですけど、この時に、薄い方の色に変えていこうと思います。でこれね青はこっちに避けておいて、ここが交差しなくてもいい、私はあんまりこだわりがないです。でここで引き抜きのここを締めて1目目に入れます。そして新しい糸を入れて引き抜いて引き抜いて、でこの時にこの青を締めます。そして立ち上がり、綺麗にね色が変わったと思います。そして最初に細編みを1やります。作り目やった後に細編みを1やります。で次は2番目のこの青の2個下のここですねこれが今縦の列1の列で、でここが2の列で、2の列のこの青の下こっちからこれを引っ掛けてシュルシュルっと伸ばしてきて、まあこの青から上がちょうどかぎ針の長さ分ぐらいっていうのかな、細編みの小さい足分ぐらいっていう感じで、こんな風にするとこんな風になりますね。で次3番目は普通に細編みをします。1目おきにねこのなんていうのかな、長い細編みっていうのかな、2個下のこの青で、目安はここの薄い青が1、2あるんですね。青の下に1、2。2個またいだここっていう風にやるといいです。映ってなかったかな。もう一回言います。このかぎ針を刺す目安は、ここの薄い色が青の下の1、2個。
2個飛ばしたここっていう風に覚えてるといいのかなと思います。あ、でここが緩みやすいんですよね、すごくあのうーんと持ってくるからすごい緩みやすいので、ちょっと軽く押さえてこれ取ってきて伸ばして細編みですね。で次の目に細編みで、またここの薄い色2個飛ばしてここ、まあ、実際に言うとこの次の細編みの頭のすぐ下っていう感じなんですけど、でどうしてもねここが緩みやすいからそこだけちょっとね気をつけた方がいいのかなと思います。で次は次の頭に細編みです。でまたここの隣の目の一番下に刺して裏から取ってきてキューッと持ち上げて細編み、隣は普通に細編み、また次の頭の下ここに刺して糸を持ってきてシューッと伸ばして、ここがね緩みやすいですね。そして細編みで細編み、この繰り返しをやっていくとこんな風にねなりました。長い細編み、普通の細編みですね、長い細編み、で今日はこの濃い青を2段にしていますけれども、これね1段でも可愛いんですよねなのでまたそれもね別の時にねやってみようと思います。細編みだけでねこんなになんか変化があったらいいですよね。こんな感じですね。いろんな色の組み合わせでね作りたくなりますよね。偶数だったのでここで1目目の頭に引き抜きます。ここをちっちゃくして、これをちっちゃくして1目目の頭に刺して引き抜きます、はい、で次の段はこの色のまま細編みをね1段やります。で結構こうやってこうちょっと目が伸びちゃってるんですよね。どうしてもここを長い細編みをやるときにかぎ針をうんと伸ばすのでどうしてもね緩みがちになっちゃうので、こうやって細編みをもう一段してこう目を整えるっていう感じですね。なんかほんとこれでスクエアのトートバッグ作ったら可愛い気がしますね。スズランテープだとどうなんだろう、ここのビヨンって伸びてるところがスズランテープだとどうなるかなって、ちょっとねふわっとしちゃうのかなって
思いますけど、このレーヨンの糸ってほぼほぼコットンに見えますね。見た目はコットンって感じで、しかもすごい光沢があって、手触りはしっとり柔らかいですね。なので重みは出てしまうっていう感じなので、と小さめのバッグならいいかなと思います。この最初に見本で作ったピンクとグレー、すごいね、なんか気に入っちゃってね、あのウールやアクリルの毛糸で作るとね、軽く仕上がるけど、でも冬って感じになっちゃうから、このレーヨンだと見た目コットンだから、これだと今作ったら今使えるのかなとか、ちょっとねちょっと欲が出ています。はい、ではここで2段編みますね。長い細編みのところと今一周やって、また今度濃いブルーのところに行くんですけど、この時に糸がね、まあ、交差してもしなくてもどっちでもいいんですけど、私なんか交差しないようにこうしたいんですよね、はい、でここをね、また糸を変えていきます。1目目に刺して新しい糸を持ってきて、こっちにもくぐらせますね。あれ、よいしょ、はい、でこの時にさっきと同じように両方の糸をねすごい締めた方が綺麗にこういくんですよね、私の経験上。なんかあんまりよく締めなかった時は色がね、こうなんていうの、あ、ここに青見えちゃ嫌だなっていうところに見えちゃったりしたので、色を変えた時はこうしっかり両方締めると、区切りのようにこう綺麗にね、こうこの薄いところに青が混じらないっていう感じでできるかなって思うので、いつもちょっとすごい締めちゃいますね、私。そうすると綺麗にこうボーダーになりますので、こんな感じで、あとはあの同じ繰り返しなので、青を、濃い青を細編みで2段編んだら薄い方に変えて、長い細編み、普通の細編みを繰り返し、その上の段に普通の細編みを一周するっていう感じで、合計 1,2,3,4 回ですね。ここも細編みで終わっているので、これでじゃあやっていきます。それでは2回目の模様編みのところですね。どこを取るのかなって紛らわしいかもしれないので説明していこうと思います。今立ち上がりやって、根元に細編みを1やったところで、次に長い細編みをやるんですけども、目はここで、こことここの下だからここなんですね。でこうやると、これで合ってるんですけど、あの細編みでずっと来ているので遮光性が出ていますよね。わずかに右斜めになってるんですよ。なのでここで、あれ、こっちかもしれないみたいにね思うかもしれないんですけど、こっちだと1個遠いんですね。ここが2目目なので、ここが立ち上がり1,2 なので、ここで合ってるんですね。なので間違って1個飛ばすと、なんかあの帳尻が合わなくなっちゃうの、最後に。なのでなんかちょっとずれてるような感じしても、この目数をちゃんと数えれば 1,2,3,4 番目の目、ここが4番目の細編みの 1,2 個下だからここって感じで、ここですね、ここがどうしてもねビヨンってなっちゃうなってほしくないんですけど、なっちゃうんですよね、どうしても、ね、でこんな感じで、はい、上の段が遮光性のためにわずかにこうずれる感じ
になっていますね。間違ってないので心配しないで、目数通りにねやっていったら大丈夫だと思います。可愛いですねお揃いでシスターズになります。ではこんな感じで次の段もまたこう長い長編みは遮光するのでちょっと右寄りっていう感じでできていきます、ね、ではやっていきます、はい。ブルーのところの最終段が今ね終わったところで、あとここ引き抜いて色を変えるところなんですけれども、私はここで交差したくなくてで最後ね色を変えます。で引き抜いて、そしてここがすごく緩んでるのをぐいっと引き締めます。とにかく両方2本ともすごい引き締めます。そうすると綺麗になるんですね。でこの青がもう終わりだから切って編みくるもうと思うんですね。なのでちょっとここで切りたいと思います。このハサミね出てきましたゾウリンゲンの素敵なハサミで、ね、すっごいよく切れますね宝物です。では今糸切ったので編みくるんでいこうと思います。でまず最初に普通の細編みして、次長い細編み、ね、ここでまた青を包んで細編み、そしてこれも長い、でね、もう糸始末が終わってるんですよね最後のこれだけになりますね。もうすべてここに入ってるので何もしなくていい感じになっています、ね、もう一回じゃあやっていきましょう。長い細編み、普通の細編み、長い細編み、短い細編み、短い細編み、はい、ここで終わりですね。はい、糸始末していきます。しっかりこの針にも慣れました。1目目に通して鎖の目を作って元いたところに帰ります。で引き抜きのところにここに鎖の目ができた形になっています。そして私はこっそり足をまたいで、大丈夫か、よかった、足をまたいでこんな感じにして、あとは内側に向かって軽く一回返し縫いしておくと安心ですよね。コマの入れなのでこれぐらいで十分かな。やだなんてことでしょう、最後の最後 でこの時はここで入るかな、入った、よかった、よいしょ、はい、
これで出来上がりだと思います。可愛いですね。ちょっと編み地をね整えたいと思います。硬いんですよね、すごい。ほんとコットンっていう感じの手触りです。で、まあ、増し目してないのか、こんな感じです。かわいい。うん、好み的にはこっちなんですけど色の好み的にはね、私は割と中間色好みますので、こんな感じでね、できました。面白いですね。あの遮光しているからこう勝手に互い違いみたいに見えて、そこもね面白いかなと思いました。すごい、お、なんか吠えてます。すいません、社長さんがね、物音にね、こう何でしょう、まあ番犬なんですよね。外のなんかマンションの外のちょっとした音とかに警戒するんで終わりですけど、すいません、いつもうるさくて。こんな感じでねできました。あのこっちこういう使い方ももちろん全然できます。これアクリルとかだと軽くてもしかしてコロンとかってなっちゃうのかもしれないですけど、そういう時はなんか重り入れた方がいいですよね。いろいろあのくずかごとかね、毛糸のあまり入れるとかくずかごだらけになっちゃうくずだらけにすぐなっちゃうので、あの例えばスズランテープはこっちに捨てる、毛糸はこっちに捨てるとかでもいいと思いますし、これあの水筒とかペットボトルのホルダーにされたかったら、これ長く編んでハンドルとか巾着にしてもいいのかなと思います。編み地がねすごいしっかりするので、そういうなんかものにもねいいかなと思います。これ倍ぐらい、倍ちょっとぐらいですかね、アンダーラペットボトルとか水筒のカバーにもねなるかなと思います。いろいろ発展しそうです。これでねこんな風にこれでバッグにしたら可愛いですよね、うん、絶対編もうと思います。でもこっちの色が好きですけどね。はい、では今日は細編みの簡単な編み方で模様になる編み方をご紹介してみました。最後までご視聴いただいてどうもありがとうございました。今日の動画面白かったよと思ってくださったら、ぜひ登録といいねボタンをお願いします。今、始めて1ヶ月経って登録者数1000人目指して頑張っています。あと、よく数えてないんですけど、この動画で多分32ヶ月で35、6本目になります。とにかく100本まで、とりあえずの目標は100本です。まず100本まで走り抜けていこうと思ってます。応援よろしくお願いします。それではまた次の動画で